を見せてやるぜ。皆さんこんにちは、こんばんは、ナオトです。今日も戦いドリームチームやっていきたいと思います。で、来ましたね、正岡蔵、1997日本代表ガチャ、こちらの10連が、最初30でできるんで、そちらがちょっとたまったんで、こちらを引いていきたいと思います。でその前に、これですね、無料ガチャ、こちらをいきます。さあどうだ、ここは来たよ、行くぞ、戦う。さすがにないか、せめて SR 欲しいですよね。でこのおみくじありますね、このおみくじもいきます。さあどうだ、どうだ、これは来んのかな。いやーない、さすがにない。ケイダ君、はい、ない。 SR いいの、あー、ないかな、これは。こっちもありますね、技の。これはチャカ、うん、チャが欲しいかな。ナポレオン持ってるんで、行くぞ、挑戦。単発だとね、もう出だしで大体決まっちゃうんで、これも行きますか。さあどうだ、さあどうだ。いや、1話は無理かな。行くぞ翼、ナトレーザー。残念。まあこれはいいですよ。ではでは、こちら行きますか。とりあえず今ステップ1できるだけしかないんで、とりあえずステップ1をやります。これでね、いいキャラが、代表キャラが当たってしまえばそれは美味しいんですけど、まあ自分としてはまだ超団結がないんで、即で1枚で力でも1枚しかないんで、できればね即団結組みたいんで、欲しいですね、やっぱり超団結が欲しいですよね。まあこの翼、そうですね、この翼もあれば、即パラ、もっと強くなるんで、まあこの翼もワンチャン欲しいって欲しいですね。赤いは持ってます、赤いと若林は持ってます、あと森崎、あと三崎、若島津、葵、武、ここら辺は持ってます。なんで、まあできれば速が欲しいですね、この松山、あと石崎、まあ狙い速ですね、石崎欲しいですかね、石崎4、じゃあそこら辺を狙っていきたいと思います。石崎来い、石崎来い。まあ弱いか、行くぞ、トーダメだ、10連目はダメだ。あれ、ツインシュートだ。いや、ないで、あー、ロベルトじゃない。埋め込み、ない、残念だ。
ていうことで、残念だったんですけど、まあ次、もうやっちゃいます。 SSR もやっちゃいます。これも回しちゃいます。さこい新キャラ、新キャラ持ってないキャラよ、来い。持ってないキャラよ、来い。翼くん持ってないキャラ、来い。かぶりなし、かぶりなし、かぶりなし。さあどうだ。あー、かぶり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 。これ4回目ぐらいですね。日本代表ガチャ、ステップ2、こちらをやっていきたいと思います。で、まだこちらのガチャでは、SSR 出てないんで、まあそちらを狙っていきたいと思います。で、まあ自分としては、即団結を、が欲しいんですよ、なんで松山か、松山と地頭が欲しいんですね。で、林は持ってるんで、その地頭か松山、地頭か松山じゃなくて地頭と松山両方欲しいです。なんでそちらを狙っていきたいと思います。では行きます。来い、地頭松山、地頭松山、地頭松山、来た。これは来た、嬉しいですね。もう最初からこの出だしカットイン、これはもう確定じゃないですか。で、地頭松山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 、来い。両方、おお、これは熱い。2個、2個、割れんのっすか。地頭松山、地頭松山、地頭松山、お、来た、地頭松山、おー、カズオ、地頭松山、地頭松山、うわー、美咲持ってる、美咲は持ってる、おー、来た、地頭松山、若い持ってる。これは神なんだけどね。まさかの10連に3体、これは超神ってるんだけど、かぶり2体、あ、これは食わすしかないかな。うん、でもかなり神ってますね。まあこれはまあいいっちゃいいんだけど、ドリフェスじゃなくてこちらの、日本代表97の、カズオマサオのこのガチャを、今ステップ次ステップ3なんで、3から3、4、5、6まで行きたいと思います。で、その前に、そうですね、こちらやりますか、おみくじやりますか。さあどうだ。はい、残念。この日本代表のこちらおみくじあります、これもやります。さあどうだ。残念、行くぞ翼くん、残念。じゃあこっち、ステップ3、1枠 50%、 これ自分もね 50% って結構ハードすんで、さあどうでしょう、いきますよ。ステップ3、さあ、即松山、即石崎、即翼、即地頭、97、全部97のね。で、まあ代表でかぶりないのが欲しいですね。さあどうだ。よし、来たかな、来たかな、これは 50% 来たね、来たね、 50% 来たでしょ。よし来た、2個いっちゃいねよ。さあどうだ。
サードだ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 、さあ来い。あー持ってる、羽振りが当たるか、しかも低いとこじゃない代表でも。代表でこれは1ですよね。5だ、5か。でこれは次は確定ですね。でこれでちゃんと代表が来るかな。代表来て、代表来て、代表さあどうだ。2体来ちゃってもいいよ、3体でも4体でも来い。1体以外来てもいいよ。97。ああ、そっちかい。即応酬団結。いやー俺は日本人団結がいいんだよね。あーまあ悪くはない、悪くはないけど、もう一個あるんじゃない。さあ割れ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 ない。マジか。次は、おまけ。さあここでも来ちゃいな、1個でもいいから。で97欲しいかな、超団結が欲しいので。超団即超団結を持ってる松山寺と2人欲しい。そうすれば団結組める。さあどうだ。うわーこれはね、いやーこれは無理だ。はい残念、しょうがないな。あるばっかり、あるばっかり、いらない。あーそうですね、次はもううちは確定なんですけど、自分は数は持ってるんですよ、数は当たったんですよ。でまあ立花だったらマサオが欲しいですからね。うん、で赤いはかぶったんで、なんでやっぱり翼石崎松山寺頭、で松山寺頭がどうしてもやっぱり団結のために必要なんで、超団結に必要なんで欲しいです。さあどうだ、いきます。さあどうだ、いくぜ翼、来い九田くん。2個来ちゃいな、3個でもいいよ。いけー、あー1枠だ。うわまた赤い、それある？マジで。これはちょっときつくない？うん、絶対きつい。いや、厳しいな。日本代表ガチャの方が、ステップ6まで行ったんですよ。で、まあね。その間に日本代表のキャラは出たんですけど、ただやっぱりかぶりばっかりで、かぶりばっかりだとやる意味が、まあレベルがね上がってるから、まあ使い勝手はあるんですけど、でもやっぱりねできれば持ってないキャラが欲しいんで、そうですね、もう少し回したいと思います。ドリフェスはね、やっぱり、ドイツ、欧州の方になっちゃうんで、自分別にそこまで欧州パーを求めてはいないんで、日本代表、日本のキャラ、まあ、やっぱ欲しいっていうのがあるんで、こちらをねちょっとやりたいと思います。ではステップ7いきます。さあどうだ、 3% は厳しいか。紙吹雪
行くぞ、翼くん。ウサくん、足を。え、あるもしかして。来たか。ああ、ないか。我あるのかな。いや、ないか。さすがにないかな。ないか。ない、あった。新キャラ、おー、翼。これは持ってない。うん、これはいいんじゃないですか。ただね、今持ってる翼が使えなくなってしまうっていうのはちょっと疑問なんですけど、うん、でもまあこれは嬉しいです。かなり嬉しいです。でどうせだからやっぱりブラボー。行くぜ。あ、若林。ねえ、どうせだったらね、ブラボ20も欲しいっていうのもあるんで、あー、そうですね。次 SSR 出るかは分からないけど、どうなんですかね。最後も 3% なんですね。提供割合がちょっと分かんないけど、最後 5% だと。あー、やっぱ 3% ですね。で自分今回こっちではまあ立花、和夫、翼、赤い、まあ赤いはダブリなんですけど、あと美咲、葵、ここら辺ダブって出たんですよね。自分求めてるのはやっぱり松山、速発使いたいんで、松山とジト、それが入れば超団結組めるんで、できればねそこ欲しいんですけどね。まあというよりやっぱこれも最後ね、ステパチこちらやっちゃいましょう。さあどうだ、ブラボは20もらえるから、できれば SSR 1,2,3,4,5来たんじゃない。いやー、これ外したか。いやー、外したね、完璧。いやー、さすがに翼来ただけいいのかな。まあブラボ20は確定なんで、これはまあ一番いいとこですよね。ドリフェスの若林、こちらを持ってないんですよ。でまあ日本代表の方はね、出れば5もしくはメインだったら20のレベルで出るんですけど、でもねこの若林持ってないんで、まあ毎回ねその若林ピックアップされてる時回してるんですけど、やっぱ若林が出なくて、やっぱこのねドリフェスではこの4体もちろん持ってないんで、シュナイダーは持ってないんで、まあこっちのがねパーセンテージもう 5% なんで、まあ、こちらのガチャをラスト10連やりたいと思います。まあね、やっぱ持ってないキャラ、メインピックアップが持ってないキャラなんで、こちらを行きたいと思います。では10連だけって決めてるんですけど、10連やります。さあどうだ、若林来てくれ、若林。うわ、ノーバード、これ無理じゃね。ああ、ダメだ。うわー、しくった、全員揃ってっけど、しくったよ。あー、ダメ、ロベルトじゃダメだ。うわー、しくった、やっぱ10連じゃ出ねえか。やっぱ無理ですね、10連じゃ。さすがに20連30連やんないと出ないですね。で自分はあんまりドリフェスの方のキャラ求めてないんで、まあこれぐらいにしたいと思います。でそうですね、日本代表のおみくじとかはまだ回していくんで、そうですね、また
日本代表のガチャが復活がまた来るかもしれないんで、その際はそちら中心的に回していきたいと思います。やっぱ超伝結ね、持ってる人のチーム構成とか見ると、いいなって、やっぱり3枠違う属性の強いキャラ入れれるってなると、いやーかなりでかいんですよね。なんでまあ自分も超団結がいつか超団結でパーティー組めるようにしたいんで、あとはね代表キャラじゃなくても超団結っていうのを持ったフェスキャラとか、そういうのを、チーム好きでそれを持ってキャラを作ってほしいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の、YouTube チャンネルの方の登録もお願いします。まさくん、みさくん、足をいけ、うわお願い、マンツーマンマークだけは誰にも負けねえ。俺はもう負けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。若林源蔵をなめるな。